種芋。はい。わほい。はい。どうもこんにちは、鈴木の井の鈴木です。今回はジャガイモのこの種芋ですね。こちら今のうちに確保してっていう動画になります。早めに確保する理由、そして種芋の保存方法を紹介しますんで、ぜひご覧ください。はい。ただいま時期は1月の下旬でございます。うん、1月の下旬、場所は愛知県一宮市中間地で話します。ただね、1月の中旬にホームセンター行ったらね、じゃがいもの売り場がもうバーンってね展開されてたんですよ。でこれ早すぎだろうって思ったんですけど、じゃがいもの種芋はね早めに確保した方が実はいいです。うん、理由は単純です。じゃがいもの種芋ね、欲しい品種、希少な品種とか美味しい品種とか人気ある品種はね売り切れちゃいます。今時期買うの早いんですけど、じゃがいもの植え付け時期っていうのをまずここに出しておきますね。はい、ドンと。うん、じゃがいもの植え付け時期っていうのは2月の下旬から3月の、上旬、もしくは中旬ぐらいまでです。はい。で収穫が5月の下旬から始まるって感じかな。で6月上旬までには収穫したいっていう、そういう感じです。だから大体栽培までに3ヶ月ぐらいかかるっていう、そういう作物です。なんですけどね、まだ2月の下旬まで時間ありますよね。はい、時間あるんですよ。なのになぜ今種芋買わなきゃいけないのかということなんですけど、理由はさっき言った通り、じゃがいもの種芋はねすぐね売り切れちゃうんです、欲しいやつはね。うん、特にねオープニングで見せたね、あれ、じゃがいも品種はグランドペチカっていうね品種ね、別名デストロイヤっていう品種で、僕がおすすめしてるやつです。うん、でこういうやつはね希少です。はい、なかなかね売ってるとこも少ないんですけど、大体植え付けやる2月の下旬とか、2月の下旬ギリギリあるかな、3月ぐらいに入るともうほぼないっていうね、そういうのが毎年もう続いてます。なのでじゃがいもの種は今のうちに、欲しい品種がもう決まってる人はもう今のうちに確保しましょうっていうね、そういう話です。ちなみにじゃがいもって別に4月とかでもね植え付けできるんですよ。うん、暑い時期でも普通に植え付けしようと思えばできます。ただ早めに植えたい理由があるんです。っていうのはじゃがいもは湿気、雨に弱いです。雨っていうか長雨ね。じゃがいもって湿気に弱いんでね、6月までには収穫したいっていうところなんですけど、なんでって話ですけど、日本に住んでる人だったらわかると思います。6月入ると梅雨です。はい、梅雨が入ります。梅雨が始まってね、ずーっと雨が続くとじゃがいもってうまく育ちません。できればその長雨に入る前に収穫期を迎えたいっていう感じです。だから早めに植えるっていうね、春はそういう栽培の仕方になります。ちなみにね、僕草野球やってるんで、はい、週末やるんで、雨でね、もうね、流れるのは嫌です。試合が流れるのは嫌。はい。で、なぜね、土曜日、ね、なんか平日はね、晴れだったら、なぜ土曜日に雨になると、ね、どういうことだというのでね、もうね、3週、4週流れた時はね、もう、野球やりたくてね、うずうずして、橋の下行ってね、キャッチボールやったりしてました。で、あと、じゃがいもって暑さに弱いです。弱いっていうかね、暑さで、その、じゃがいもの中のでんぷん量が減っちゃって、味が落ちるっていうね、うん、そういう理由もあります。だから早めに春じゃがは植えるっていう理由です。はい、なんで植え付けまでにまだ1ヶ月、ありますけど、今のうちに種芋確保しましょう。はい、ただ、保存方法わかんないよと。ね、今買ってもね、どうやって保存すればいいのかわかんないという方いると思いますんで、ここからは保存方法について紹介します。ポイントは2点です。はい、1つが温度、風通しのいいところで、2、3度で保存してください。というのはじゃがいもって5度以上だとね芽がね出てきちゃうんですよ。はい、これここ芽なんですけどね、どんどんね芽が出てきてしまいます。って言っても今日中ね10度前後なんで5度以上絶対超えちゃうんで、高すぎないとこに置いてねって感じ、気温の低いところで保存してください。って言っても0度以下はダメです。はい、凍らせないでください。芽が死んじゃいます。それとコメントですね、芽が出てきたらその芽を描いてもいいんですかっていうねコメントがありました。コメントありがとうございます。で、芽はね描いていいんだけど、やりすぎだけはやめてねっていう話。はい、なんでって話なんですけど、芽がこうわーって出てくるじゃないですか。で1回描く、はい、それは OK です。でまた出てきちゃったって2回目書く。
ギリギリ OK で、3回目になると一気に生育が悪くなるんですね。はい。その後の育ちが悪くなります。ちょっと理由は正直わかりません。エネルギーをいっぱい使ってるからかなって勝手に思ってますけど、うん、とりあえず芽をねかきすぎると育ちがねその後悪くなるんで、1回か2回までにしてください。はい。まあできれば1回って感じかな。っていうかむしろやらない、うん、1回もかかないのが一番ベストです。ちなみに自分は倉庫で保管します。あのあんま日が当たらないところで、なまあ気温が上がらないところ、そこで保存します。まあ正直倉庫って言ってもね、外の倉庫でもねいいと思います。はい。うん、っていうかね、室内の倉庫っていうよりは外の倉庫、うん、普通のちょっと汚いか見せたくないんですけど、ちゃんとした建物の中だと温度上がっちゃうんで、外の倉庫の方がいいと思います。あの氷点下になるところは知らないですよ。はい。氷点下になるところはちょっとわかんないです。毛布とかでねくるめばなんとかいけるのかな。まあその辺に関しては氷点下まで下がる地域にいる人で、保存方法についてよかったらコメントで共有してください。で、光に関しては正直そこまで僕は気にしてないです。真っ暗で保管するとかは、してないです。うん。まあじゃがいもの種なんでね、勝手にいけると思ったら出てくるだけなんで、はい。あまりにもそのビニールハウスの中とかね、外の環境と違うとこだったら出てこないけど、外と同じほぼ近い環境だったら勝手には芽は出てこないので、光もそんなに僕は心配してないです。で、家庭でね、あの数あんまやってない人、もうそんな場所ないとね、あのその種芋も数個だけでいいんだけど、その保存方法を教えてくれという方は、あの冷蔵庫ありますよね、家に。はい、冷蔵庫に入れてください。あの新聞紙にくるんで、あの冷蔵室ね、冷蔵室に保管してください。で、野菜室に入れたいじゃないですか、じゃがいも。でも野菜室は結構ね、温度設定で言うと下なんですよ。結構低めに設定されることが多いんですね。野菜室だとだいたい3度から8度に設定されてることが多いそうです。ちょっと高いじゃないですか、5度以上で芽が出てきちゃうんで。ただ冷蔵室はだいたい2度から5度で設定されてるらしいので、野菜室は温度ちょっと高めなので冷蔵室の方に保管してください。で、保管するときに新聞紙に包んで保管してください。っていうのは、まあ、さっきも言ったんですけど、ジャガイモは湿気に弱いんで、湿気から守るっていう意味で新聞紙で包んで保管してください。はい。で、最後補足なんですけど、植え付け時期が近づいてきたってなったら、今度は横育芽っていうあの処理をします。まあや、これはやるやらないどっちでもいいです。で、やった方が結構うまく育ちますよっていう、その程度の話です。で、横育芽なんですけど、だいたい植え付けのね 2,3 週間前ぐらいからあのやります。で、どういう処理ってやるんだけど、まあ、ただ光に当てるっていう、それだけなんですけど、じゃがいもって保管してたら白いのがニョキニョキとか芽が出てくることあったじゃないですか。そんな感じで普通に保管しておくと白いあの芽がねニョキニョキっていう、まあ、もやしみたいな、もやしとまで言わないけど、まあ、白い弱々しい芽が出てきちゃうんですね。そうするとあの、まあ、植え付ける時も折れやすいし、ね、弱々しいんで、その前にちょっと芽がもう出てきた段階でもうあったかいとこに置いて、それこそ縁側とかでもいいからそこに置いて光に当てるんですよ。光を当てることによって芽がよく出るようになりますし、しかも強い芽になります。そうするとね、早い段階から成長しますし、うまく生育してくれるんで、横育芽っていうのは、まあ、一応やった方がいいとされております。余裕がある方はやってみてください。といってもね、2月下旬で植え付けするとしても、その前だから、ね、2月の中旬からやっても全然間に合うんで、それでもね、やっぱり今種も売るの早すぎるなっていうのが正直なところです。僕の思いで。個人的な思いです。ちなみに今回ね、植えるのこのグランドペチカだけじゃなくてですね、はい。まあ、茜風と、ピルカですね。はい。これを試験的に、植えます。はいはい。で、分かりました。じゃあ今のうちに種も確保しておきますとね、思った方、次回はジャガイモのおすすめ品種紹介します。はい、次回の動画ね、で紹介しますんで、そちらの動画もお楽しみしていてください。てな感じで今回終わりたいと思います。この動画参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。あ、コメントか。
コメントにお答えせねば。前の動画でコメントいくつかもらってます。コメントありがとうございます。で、もみ殻の動画ですね。うちはコーヒーかすが毎日出るので、それをほだぼかしに混ぜ込んだり、卵もよく使うので殻を砕いて株元に置いてると。で、あと酒かすをたくさんもらうので液肥にして使ってます。すごいっすね。はい、すごい有効活用されてますね。コーヒーかすもいいですわね。なんか前大学のとある研究室でコーヒーかすをがどういう効果を与えるかっていうね、あの作物ね、そういう実験をしてる人もいました。研究室の前にバーンってなんか飾ってあって読んだんですけど、ごめんなさい、内容忘れました。はい。で、ほだぼかしね、ほだぼかしって何って僕知らなかったんで調べたんですけど、なかなか良さそうですね。有機栽培する人は一回ほだぼかし、保存に田んぼって書いてほだぼかし、ほだぼかしって言うんですけど、調べて一回やってみるのをおすすめします。もみ殻の窒素飢餓対策に油かすは有効ですかっていうことなんですけど、あ、どこかの動画で教えていただけるとありがたいですっていう、だからこれをテーマにした動画ですか。あ、まあ、なんですけど、あの前、まず窒素飢餓に対して油かすっていうのは有効です。有機肥料で何使うかって言ったら、まあ、油かすもしくは鶏粉がいいかなと思います。理由は窒素がたくさん入ってるからです。で、もみ殻でね、窒素飢餓はあんま起こりにくいんじゃないかっていうね、コメントも来てて、その人がすごい長文でね言ってたんですけど、僕微生物資材をそこ入れるんですね、カルスっていう。で、それが結構すごい早い段階であの分解をすると、有機物を。そうだから窒素がすぐ足りなくなっちゃうんじゃないのっていう、そういう話でした。はい。なんで微生物資材を使わないっていう方であれば、あのもみ殻たくさん入れたからって言って窒素飢餓が起こる可能性としては低いです。というか分解にめちゃくちゃ時間かかるんで、目に見えてはあんま分かんないと思います。なんですけど、土がものすごいね、微生物たくさんいるとかで、まあプラスで微生物資材入れるっていう場合は、窒素飢餓が起こる可能性があるので、この場合だと油かすをやってみてください。はい。あと嬉しいお話ね、人参のおすすめ品種紹介で、メロディーラインめちゃくちゃ美味しかったですと。で、試しに少し作っただけだったので、もっと作ればよかったと後悔してますというコメントでしたね。はい、でしょ。それと寒い時期でも育つ野菜5000初回っていうね動画ですね。こちらでは、大根栽培のところで透明マルチって言ったんですけど、黒マルチはダメなんですかとね、透明マルチの方がいいのでしょうかっていうコメントだったんですけど、はい、透明マルチの方がいいです。なんでかっていうと、大根はあの太る、寒いと太りにくいんですね、まず。そうなので、地面の温度を高く上げるっていうのが重要になってきます。なので透明マルチプラスビニールトンネルが普通です。うん、じゃないとなかなか大きくならないです。団地だったらどうなんだろうね。うん、めちゃくちゃ暖かいところだったら黒マルチでもいけるかもしれないです。ただ僕の場合ね、中間地だと絶対透明マルチが必須です。で、あと前の動画ですけど、人参の種まき動画で、人参の種まきましたと。今で芽が出てきたんですけど、あのその後覆ってるものは取らない方がいいですかっていうコメントです。はい、取らない方がいいです。で、まだ寒いんでね。はい、種袋の裏見ると、あの生育温度っていうのがね、生育適温っていうのが書いてあるんで、それ見りゃ分かるんですけど、あのまだ寒いんで、人参にとっても。うん、なんであのビニールなり不織布なりしてたら、それはまだ取らない方がいいです。3月入ってからかな、取るんだったら。はい。で、最後に、馬糞のやつですね。はい、堆肥を入れると土が変わるっていうね、そういう動画なんですけど、馬糞かなり草の形残ってるんですねと、お馬さん消化が悪いのかなとコメントですね。はい。で、本当にね、まあ、口もっとずっと見てたんですけど、本当にお前ら噛んでるのかと、よく噛んで食えよって言ってんだけど、すぐ飲み込んじゃうんですかね。うん、あと多分消化器官が多分他と違うんで、その辺も関係してるんかなって思います。はい。で、あと大体あのこの動画の最後に僕が大体なんか無駄話じゃないけどエンディングトークしてるんですけど、その曲が面白かったっていう、ごめんなさい、そっちの方が面白かったみたいなコメントがありました。はい。いや、全然嬉しいです。逆になんかそっちの方が嬉しいかな。はい。
はい、てな感じでね、コメントいつもありがとうございます。なんか見たい動画とか、そういうのあればまたコメントで教えてください。てな感じで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。